いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。気に食わねえの。しばらく寝てろ。キリュウの兄貴、待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは？今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下した言うんじゃ、なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ？ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんなローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水、あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。よう分からんが、ローって男の話を真に受ければ坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか？大丈夫です。今は本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬の親さん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴、広島へ戻る支度はできておりますか？ああ、大丈夫だ。行こう。兄貴、
まずはモレノに向かって使わさえ。松永と高頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今あいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本気じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。そこの踊りら止まれや。兄貴、あんならは本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。なんだよ、おっさん。おっさん強そうじゃねえか。ちょうど暇しててさ、暇つぶしに付き合ってくれよ。なんて強えんだ。悪かったよ、俺あんたについていくからさ、許してくれよな。
リの兄貴。カシラ、ユータ。みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配つがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、田頭くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのに、こんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても、座ってつかざい。話せば長くなりますけ。夕方ごろ、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで、嬉しそうに笑ってた。それで？飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。ううん、普段通り。冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。達川はハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ、小清水の頭がおやっさん探しとるも、多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃ、もしかしておやっさん、ハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、親さん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でも、それよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな、多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人とキリュウさんがどうして。ソメは東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。
あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから、それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好、もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。キヨちゃん、あの染谷とそがなことが。南雲君、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。染谷とはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。
そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部わかってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのかそうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんならこのバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。泣くもくん、あんたが昔子供を置いて逃げたのは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したの。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう、南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どっか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなあですわ。
そうじゃ、スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。キリュウの兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんですけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやっさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやっさん鍵持ってねえんだっけ。そういや、事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやっさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません、キリュウの兄貴、もう少し考えてみます。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かにあそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは、おやさんがいつも出前取る店じゃ。確かに、喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。キリュウの兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くって、そが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。分の携帯あるか。ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。何か分かった？いや、何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか？
ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか。ん、親分のお知り合いの方ですか。ああそうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました。いや、ちょっと訳あって、親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか。いつものことですよ。あ、そうじゃ。ん、どうした。親分に先月のツケ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちがうるさく言わんと全然払ってくれんのじゃけ。ああ、わかった。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守をしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろ。ん、地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、小川なとこまでめったに来るもんはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。
ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話でのう。海の男は気が荒いけ亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。またあの感覚。海賊の亡霊か。また会ったな。何？他にも。またこんなとこに寝かせやがって。やっぱりあんたじゃったか。墓守のじいさんか。あんた名前は？桐生だ。桐生一馬。桐生さんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる？わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。海賊たちの亡霊。俺は喧嘩は好きじゃないんだがな、ここまで来たらお前らが成仏するまで付き合ってもいい。始めようか。なんでいつも気を失っちまうんだ。なんだ、今度は墓守のじいさん来ねえんだな。そろそろ来る頃だな。また数が増えてねえか。今度は三人か。チッ、亡霊のくせにキビキビ動きやがって。もう全然人を怖がらせる気はないって感じだな。
またこのパターンか。また来てくれとったんじゃの、キリュウさん。じいさん、あんたのおかげか、この墓場の邪気がどんどん払われとるんで。どういうことだ。亡霊たちがこの世に残した未練がもうすぐ消えようとしとるいうことよ。じいさん、あんたは何なんだ。霊能力者ってわけか。わしはの、あんたが見とる亡霊の多分十数代目にあたる子孫じゃ。あんたがあいつらの。この間わしは亡霊たちが生前海賊じゃ言うたが、あんた覚えとるか。ああ。もっと正確に言えば、あの者たちは海賊に雇われた傭兵だったんじゃ。それで？信長がおった頃の時代じゃが、一時期ここらの海賊同士で争いがあっての、この土地で武芸の修行を積んでた豪の者三人が鳴り物入りで海賊に雇われた。男たちは戦国の時代、刀一本で国を取ろうとまで考えるほど腕が立ったという。じゃが三人の男たちはあまりに船の揺れに弱かった。ろくに刀も抜けず、極度の船酔いに襲われての、いざこれからという時に船から落ちて溺れた。三人ともがか。おお、三人いっぺんによ。なんだそりゃ。おかげで彼らに大金を払っとった海賊は、敵対しとったよその海賊に滅ぼされたそうじゃ。三人の男たちは苦労して磨き上げた力を出し切れず、ただ死んでった。それがこの世への未練よ。だから喧嘩に飢えてたってのか。わしら代々の子孫はご先祖様たちをなんとか成仏させてやりたかったがの、力及ばず、いまだにこの墓地に化けて出る始末よ。ほいじゃが、もしかしたらあんたのおかげでご先祖様たちは成仏できるかもしれん。ご先祖様たちの力を引き出せるのは多分この世にあんただけなんじゃ。じゃけ、あと一度、もう一度だけご先祖様たちとの喧嘩に付き合うてやってくれんかの、キリュウさん。あと一度だけか。そいつは寂しいな。この墓場の異変もこれで最後になるのかもな。なるほど、本当にこれが最後の喧嘩らしい。なあ、一つだけ頼んでいいか。お前らとの喧嘩の後、いつもこの墓場で目覚ますもんで服が汚れるんだ。できればそこは何とかしてほしいんだがな。聞いてくれたか。Thank you.
しな。ここは水軍アパート。どうやってここに。墓場の亡霊たちはどうなったんだ。行って確かめてくるか。キリュウさん。じいさんか。お礼を言わせてつかわさい。おかげでご先祖様たちが成仏できましたんで。あんたにはわかるのか、それが。ええ、わかります。ありがとうございました。子孫のわしらにもできんかったことを、あんたはしてくれたんじゃ。いや、俺もあいつらとの喧嘩を楽しんでた。連中のためだけにやったわけじゃない。ほうですか。じゃが、わしにとってはご先祖様の無念を慰められんかったのがずっと未練じゃったけ。そうじゃ。よかったら桐生さん、これを受け取って使わさい。ほんの気持ちじゃ。ん？これは魔除けのお守りみたいなもんじゃけ。それ身につけとれやもう亡霊を見ることもないですけん。それじゃかえって寂しくなる。じいさん、まさかあんたも。おいおい、どこまでが本当なんだ、これは。
キリュウ、こがんとこにおったんか。ふん、一人でいい度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。道島の龍がなんぼのもんか、見せてみや。すまんど。今さら何言ってやがる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ、早うやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、お前ら、なんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは、腰水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と、赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。おい、マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染谷と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。マスゾエのおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ、キリュウ。いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃ、おとなしく黙ってろ。砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、よう小がなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介。このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ、広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、キリュウさん。俺のことを誰から。広瀬の親分さんよ。
今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか？ええー、かわいい子じゃった。そうか、わかった、助かったよ。いいえ、どういたしまして。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう、俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか、本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。キリュウ、悪く思うなよ。
キリュウ、まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで沢村のこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。